こんにちは、チョメです。今日はちなみに今回のスワンボードちょっと前に来たんだけど、10分前ぐらいに来たんかな。これ見てあらかじめ用意してあったのはもう世話した。あとこれだね。この本来ならこれパスするんだけどね、このトウモロコシの粉だってさ、めっちゃあるじゃんこれ。あと日中し13個手に入れないといけない。13個だったら4時間以上かかるじゃん。で、バザーでも手に入りにくいから、本来ならこれ空箱で送るんだけど、こういう時のために、見てこれ。話し中、預けてるから10個はあるんだよね。一応リンゴとかも結構預けといた方がいいと思う。自分は、家族とかに頼んでるけど、フレンドさんでもいいんだよね、荷物。預けたいんだけど、つって。で、こんな感じ。だから今18個あるのか。18個ある。11でしょ。11-7。4個か。だからあと4つ手に入れればいいんだよね。4つっていうのは、ここ、見て、4つ、1個作るのに30分でしょ。だから2時間で作れるから、ね、2時間のロスだけで済むから。まずトウモロコシも手に入れないといけない。ということで、バザーリアルタイムアタックを久しぶりにやってみます。人気がないかもしれないけど。本来でちょっと荷物枠も満タンなんだよな、今。結構、カツカツなんだよな。どうしよう。なんか出しとく？なんか出せんかな？あ、適当にイチゴでも作っとくか。本当はいろいろ作りたいんだけど、これ、まあ、こんだけ空きがあったら大丈夫だ。で、最近ね、バザーのね、ここのコメント欄がね、ちょっと気持ち悪いって言っちゃいけんけど、変な人がおるからさ、変なっていうか自分と合わない人がおるからさ、ちょっとそれもちょっと紹介していくわ、見かけたら。よーし。これないね。なかったら、再起動しよう。自分の場合こんな感じでバザー更新してますね。やるときは。でも、実際こんなんやらんけどね。自分今は、ちょっと実況でやってるけど、2時間で完成するから、巣は2時間放置してるけどね、もう。もうさすがに、もったいないからさ、時間が。しかも今の時間帯が、昼だから多分あんまないんだよね。貝のやつか。で、よくなんかバザーのコメントに、一人、一個でお願いしますとか書いてる人とかいてからさ、なんか文句言ってる人いるけどさ、自分はそういう人のところは買わないけどさ、まあ、もし本当に欲しいときは一個だけ買うけどさ、あれってさ、ちなみに、これね、タイの人もいるからね。日本人だけじゃないからね。で、2枠買ってる人がおったからブロックしましたとか、もうどんどんブロックした方がいいと思う。ほら、セール、カリーオンリー Y、アップデート、イブイング、アドミー。よくわかんないんだよ、これ。アドミーって何なんだろう。私をなんとかでしょ。だから英語読めなかったらようわかんないんだよね。これ、買った人はフォローしてとか、なんかそういうの書いてあるのかな。自分日本人だからわかんないんだよね。まあ、とりあえず、バラだけあげとこっか。いや、本来、トウモロコシであげることはないけどな、自分。戻ろう。英語が読めない人とかもおるからね。まあ、日本語はさすが日本人で、あれだけど、さすがに見るか、バザーの上のところ。皆さん見ます？バザーの上のコメント。見て買います？これ、上。自分は、最高値って、普通に書いてる感じだけど。普通、見ないよね。うん。で、あと、なんて言うんだろ、一人一枠とか、一人一個までとかだったらさ、あれだよね。一個ずつ出せばいいのにね。でもそれだったら枠がない。それだったら買われてもしょうがないだろ。だからやっぱ BL するし、複数買っていく人をどんどんブロックしていくしかないよね。まあそういう人たちは。まあ自分は書いてあったりとか、なんかトラブルに、なんか間違えるのが嫌だから、そういう人は逆にね、ブロックしてる。見かけた。お、ウサギある。あ、ブロックはしてないか。ちなみにブロックしてる人一人もいません、今のところ。買ってくれてありがとう。わあ、こういうコメ、あれは嬉しいよね。うん。お水もあげとこっか。赤バラでもよかったな、今のは。よし、あげとこ。よいしょ。まだ一人もブロックしてないな、そういえば。一応。うん。でも、フレンドさんになんか注文いろいろ書いたりとかさ、書いてる人がおったらさ、自分はフレンド、なりません。だから、相手も、
別にチョメさんとフレンドになってなんか嫌だなって思った、ああ買われた嫌だなって思ったら本当気軽に消していいからね。自分本当自由にやってるからさ、うん、ゲームまでにね、ゲーム、ゲームだからね、自分にとってはゲームだからさ、ゲームまでに神経使いたくないから、気軽にやりたいから、自分。うん。で、最近、あれだよね、今日雑談配信になるか。アルバイトでさ、人間関係が壊れたっていう人、おるけどさ、なんかプロフィール欄に、は、自分プロフィール欄に書いてるけどさ、ちょ、自分こんな感じで書いてるけどさ、バイトはお互い自由のフレは OK。だから自由の人は自分のところ受けていいよ。こんな感じで。認証するから。ちなみに私遊びに行くでしょう。私も受けるからね。で、これで受けに行って断られたり、なんか別に裏で相互やってる人おったら自分フレンドならないからね。これ新しい人になってるね。あ、そうそう、報酬もらったんだ、もう。そうそう。シリさんのところでバイトが終わったんだ。あ、シリさんおったわ。ちょっと、お水あげとこ。ありがとね。よいしょ。あと6時間後にポストに届きますからね。ちょっとじゃがいもか。ちょっと今実況中だから。戻ろっか。よいしょ。まあそんな感じですね。うん。まあアルバイトに関しては、仕様が悪いと思うわ。うん、運営の。なんでこんな仕様にしたんだろうね。ギスギスする感じで。てか、ギスギスしてまでゲームやってる人ってある意味すごいよね。うん、ストレスたまんないのかな。ガチガチだったら。うん。あと、フレンドとかさ、他の他人にさ、注文求めすぎない方がいいよ。求めすぎたら自分がストレスたまるだけだからね。だから、もしなんか嫌だなとか、なんか、消してやろうかとか、なんかわざわざツイッターでこいつ消そうかってツイッターでたまに見かけるけどさ、わざわざ書かんで消せばいいじゃん。そしたら今後ストレスにならんじゃん。うん。あと自分が間違えんでもいいしさ、うん。別にその人が嫌だ、自分はさ、その人が嫌だからフレンド削除するとかじゃなくて、なんて言うんだろう、間違えたら嫌だからさ、自分はあまりそこまで考えないから、見ないから、自由にやりたいからさ、バザーとかでもさ、フレンドさんのところで、いいのがあったら買うからね、買い占めもするからね、出してるから。だからそういう、なんか、注文がすごい細かい人は、行かないようにっていうか、気軽に買えないからさ、お互いね。だから、フレンドにはならない感じかな。まあ、フレンドの基準ってあるからね。うん。いや、別にこれがリアルの世界だったらさ、そういうのも、まあ、ゲームもリアルも大事っていうかもし、大事な人おるかもしれんけど、ゲームの中でもそういう、なんて言うんだろう、リアルの延長線上のなんか決まりとかさ、疲れないか。こうやってのんびり暇つぶし生活って書いてあるからさ、のんびりやるのがゲームだと思うんだけどな、自分。ゲームでストレス溜めたらもう終わりだよ。リアルでもストレス溜まるし、ゲームでもストレス溜まるし。ほんと爆発しちゃうよ。っていうか、回しかないわ。回しかないのもストレスだわ、自分。ほんと。だからほんと自由にできる人だね。で、アルバイトもさ、嫌だったらさ、あれなんだよ、家族に頼んでさ、受けてもらうだけ受けても、例えば妹に頼んで受けるだけ受けてアイテムもらったりとかしたら、自分が受けに行ったら入るでしょ。だからそれと同じ感覚でやればいいんじゃないかな。一応私はあれ、視聴者さんのために1個枠は開けてるけどね。動物観覧車はちょっと自分用でちょっと頼んでる、家族に、うん、受けてってうん、そんな感じ。うん。瞬速で受けるから大丈夫。よし。ないね。だからいろいろ自分でも対策しようと思えばできるからね。うん。で、あと、あれだよね。相互とかやってる人。まあ、断るのは断りづらいよな。あれ、相手も消費されるからさ、一個。うん。まあ、プロフィール欄に
一度相互予約制ですって書いとくのが一番いいかも。でもそれでもやっぱりさ、見ない人とかさ、始めたばかりの人分からんからさ、うん。で、説明しに行ってもさ、チャット欄見てない人おるからさ、だからなんて言うんだろう。そういうのでストレス溜まるんなら、フレンドにならない方がいいよ、ほんと。うん、気楽にやるのがいいと思う。うん。だからガチの人はガチで集まってやって、のんびり派はのんびり派でやった方がいいのかなと思ってる。まあ、これはね、全部ね、私はね、運営の仕様が悪いと思う。待機っていうか、アルバイト3人までとかさ、アルバイト今3回受けるでしょ、1日。1日1回までとか、1回は少ないか。他の人のところで受けれるのは1回までとかにしたらさ、あ、でもそれだったら報酬が少なくなるか。はこっちのデメリットだな、それは。批判が来るな。いきなり少なくしたら批判が来るからね。なんかいろいろ対策立てた方がいいと思う。でもね、将来的にはさ、こっちに結構あるでしょ？動物とか、こっち船。多分この辺でね、こういう材料とか手に入る日がこんな無理だろう。アルバイトだけだったら。多分この辺で手に入ると思うんだよね、この辺のコンテンツで。だから、今だけだと思うけどね。アルバイトの、その報酬の大事さ。後半になったら、あれだっけ、なんでこんなに必死でやってたんだっていう虚無感が残るかもしれないよ。だから最初から気軽にゲームやってたら、大丈夫なんだから。うん。まあ、人それぞれやね。チョメさんは、あれ、結構、自由であるわ。自分主義や、自分主義って大変か。うん。だから、チョメさんの場は、買い占め自由だからね、どんどん買っていいよ、ほんと。うん。で、なんか、素材バザーとか、拡張素材バザーとかするときは、一個一個出すから、一個一個出して、ファファファーってやるから、まあ、そんなんやらんけど、イベントでやるぐらいかな。うん、とりあえず、自分ね、倉庫枠開けたいから出しとるっていうのしかないから、わざわざ、ブレンドさんのためとか、他の人のために作らないからな、自分は。うん。だからなんか親切心で作ってやったぞーっていう人がさ、買われたーとか、でも買う人が一人もいなかったらお金たまらないんだよ、ここバザーで売って。みんなそれで離れていったらどうする？まあいっぱいおるからあれやけどね、いいけどね。いいけどねっつってあれやけど。うん。まあでも一人一個までの、使用とかできるようになればいいんかもしれんね。ここのバザーは、ここの町では一品しか買えませんっていう設定、そういう人もおるんだから。そうやって運営がやってくれるっていうのもめんどくさいね、でもそんなの。あ、マルタメ。あれ、この人買おう。買っとこう。これ何も書いてなかった。うん、レベル41か。すげえね。いいね。はい、1個あげよう。よいしょ。ね、なかなか手に入らないでしょ？トウモロコシの粉。だからこういう、なんかバザーリアルタイムアタックとかやっとる暇があったらもう今14分か。時間がもったいないからもう2時間、4時間以内に出せればいいんだから、スワン。一応。で、こうやってやって仕事にも戻れるしね。今日は休みだからあれだけどさ、こうやってセットしてさ、仕事でやったりとかすればいいし、トウモロコシもできてた。もう、これ、自分荷物枠が少ないのが、まあ課金しろって話になるんだけど、荷物枠が少ないのがちょっとストレスだな、正直。うん、これ。あ、カンナ。あ、できるできる。よかった。カンナ預けてたわ。カンナ、カンナ。カンナあった。こうやって取り戻せるからね。で、これで拡張しよう。はい、オッケー。これで両方開いた。よかった、よかった。よし。ね、簡単でしょ？預けとくの。従順にしとけばいいから。トウモロコシいっぱい作っとこう。よし、トウモロコシの粉、集めるぞ。頑張るぞ、もう実況。だから。よし。で、あと、自分今強制終了やってるけど、これね、多分ね、なんて言うんだろう。これ、運営の仕様が悪いけど、これ、サーバーにね、ちょっと負担がかかるかもしれない。だから、
ね、本当はやらない方がいいのかもしれない。でも、そうまでしないとバサが更新されないでしょ。ずっと更新されないからさ、移動したらさ、更新とかさ、更新ボタン、でも更新ボタンばっかりだったら F5 連打みたいになっちゃうから、これも問題だけど、他の人の家に、他のところのバザーに行ったら更新されるとかさ、なんかそういう設定欲しいよね、バザー。よいしょ。ないな、やっぱり。ないね。あ、でもさ、こういうさ、バザーで出してる人はさ、なんて言うんだろう、普通に変な注文とか、変なこと書いちゃないけどさ、こうチャット欄の方がやばいな。うん。この右のチャット欄、ちょっと見てみよっか。ちょっと待ってね。なかったら右を見よう。この右のチャット欄でね、パン出してます。買い物してね。レベル高い人のところがいいな。日本一おらんかな。日本人にする。日本一の方が、日本人にしよっか。あ、今おらんか、時間的に。今日ね、平日だからね。今なら動物と観覧車アルバイトできます。先着順です。駅の掲示板見てくださいね。あ、こういうのなんかルールがあるんだろうね。これはちゃんとチャットで書いてるからね。これで行って勝手に受けたりとかしたらさ、受けた方が悪いと思う。これ書いてあるからさ、もうチャット欄に。ちゃんと書いて、出品中、ゆうこさん。たくさんお友達作りたいな、行ってみよう。ちゃんとね、掲示板で一人一品ですとか書いとかないとね、こうやって書いてなくて、お買い物どうぞって言って、ここに書いてあるのがおかしいんだよな。あ、これは大丈夫、普通の人だった。うん。でも、こっちから来るとは限らんからな、チャット欄から。まあ、普通にね、売り手の方の問題だよな、そういうな。いろいろ、早い者勝ち。行ってみるか。うん、うん、うん。想像にお任せ。バラお願いします。バラお願いします。でも、こういうの、見ん人おるからな。こういうのを買わんで帰ろう。なんかこういうめんどくさい人嫌だ。あとあとなんかなったりとかしたら嫌だから帰ろう。まあ別に大丈夫だと思うけど、みんななんで買っていくときにバラくれないんだ、バラくれないんだって陰で言われたら嫌やもん。怖いじゃん。ね。怖くだ。さっきの人がそういう人っていうわけじゃないよ。うん、怖いんだよ、そうやって陰でいろいろ書いてたのにとか。いや、見ないから、そんなわざわざ。うん、だから、買い手の方で、なんて言うんだろう、いろいろブロックとか置いてくれない人、一人一人ブロックしまーすとか、やるしかないよね。うん、そういう、なんか神経がすごい人は、キリがないよーってなるかもしれんけど。だから、ほんと気軽にね、自由に、相手に求めず気楽にやるのが多分一番いいと思うよ、このゲーム。うん、のんびり。佐藤買っとこっか。もう20分経ったな。買う。この辺とか読めんからね。なんて書いてあるか読めんからね。わかんねえ。ゴー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 って。わかんねえわ。あ、ちなみにね、タイ人からたまに手紙が来るんだけど、それもよくわかんないわ。なあ、時間がもったいねえな。20分か。まあ、実況してるからいいけどさ、自分の場合。これをさ、普通に実況外でやるのは苦痛だな。やっぱり、ある程度ね、作っといて放置が一番だな。うん。ないですな。ないですな。はあ。もう最初のリアルタイムアタックが1時間ぐらいかかったんけ。何分ぐらいかかったんけ。今回も30分超えそうなんやけど。これ買うまで続けるか。いや、もう2時間待ってから出した方がいいと思うんだけども。ちょっと他の実況やろっかな。あ、最近ね、ファンタジーライフリンクのね、実況を撮り始めたからね。これ何？あ、適度に開けとくか。よし。
遊びに来たよ。なんか自分出してたっけ？あ、この魚の切り身で来てる感じ？なんで来てんだろう。その辺はいいや。ハートボール、かっこいいね。名前が。あ、そういうことか。スワンの、おおおおおマジかー。はい、終わりました。これ誰だ、これ。ココアさん。ココアさん何度か来てくれてるわ。あのね、この人ね、フレンドじゃないんだよね。フレンドじゃないのに、何度も何度も、助けてくれるんだよ。チャットは苦手なので基本無言です。バレエはお手伝いありがとうございます。10分に1回落ちる。突然消えたらごめん。家具とか自由に買って言ってね。こうやってなって言うんだろう。自由の人、私好きだわ。遊びに行く。自分からフォローせんけどね。さすがに。読者の人。ありがとう、ココアさん。何回目かな？自分覚えてるよ、ほんと。もう、なんて言うんだろう。5回ぐらいは助けてもらってるような気がする。バラを剣のんじゃね、これ。いっぱいやりすぎて。受けたわ、よかったわ、ありがとうって言っとこ。いや、普段手紙書かんぞ自分。ちょっと実況だから書いてるだけだよ。これね、いい人アピールしてるだけやからね。普段はね、普段こんなせんからな。普段フレンドにもこんなことせんからな。分かってる？フレンドにもこんなことしないからね自分。実況だからちょっとやってるだけやから。ちょっとね、いや、フレンドさんが見てたらなんで私にはって言われる。普段やってないから、マジで。うん。よいしょ。これ、周りの四方八方に置いたらかっこいいよね、これ。うん。ていうか、普段フレンドさんにバラを置くことも少ないかもしれない。水やりはやっとるけど、ちょっと忙しいからさ。自由。まあ、でもそれでもね、なんか、私のフレンドさんはさ、なんでバラ置いてくれないのとかなんか言わない人ばっかだよ。でも、置くときもあるよ、自分。置くときもあるけど、忙しいときとかは、置かないね。水やりはやってる感じ。あ、こっち助けたいけど、ないな。なかった、もう踊ろう。はい。なんか意外な結果になっちゃったけど、終わりますね。うん。手に入れたから、まだ。手に入れたからもう手に入れる必要はないから。じゃあちょっと待ってね、これを解除して従順にしてたら大丈夫だからね、うん、友達とやる場合でもこれで送れるね。よいしょ、ちょっと待ってよ。遅れた。だから30分ぐらいのロスで送れるようになったのかな。送る。じゃあ次のを見て。はあ、舞踏会。あと、たまにね、こうやって荷物を置いていってくれる人とか、おるから、ほんと感謝ですわ。うん。別に、なんて言うんだろう、強制じゃないからね、ほんとに。プレゼントとか、なんて求めないでね、結構いろいろ置いて、こっちに、あれ、こっち消えちゃった、こっちのプレゼント。なんかね、結構ね、1日1回来るんだよね、プレゼントが。ほんとに嬉しいよ。嬉しいけど、お返しは求めないでくださいね。ごめんなさいね。一応、でも水やりとかさ、バラ、なんていうの、ピンクのバラと、水やりとピンクのバラとお手伝いぐらいしか、お礼はできないからね。うん。よいしょ。ちょっと待ってよ。ちょっとこれで釣りをしとこう。これを試してみるぜ。どうなるか。あ、船待ってくれるんだ、これ。あ、待ってくれんだね、これ。へえ、これちょっと気になってたけど。はよ、どけよお前とかなっちゃう。これずっと4時間やってたらどうなるんだろう、スワンの使用上、うん。はい、ギャンク。これは進む？おお、移動した。これは？あ、通れない、通れない。ちょ、どこ行くの？逆に走っていった。マジか。あ、そういう仕様なんだね。へえ。では、どこ行ってんの自分。ちょっと勝手に走ってるよ。あ、なるほど。遠回りしてこっちに行くんか。あ、なるほど、なるほど。橋が渡れんから。橋が渡れんから遠回りしたってことか。どこ行くんかと思ったらよ。ゆうこりん。お、芸能人来たよ。よし。だから次のやつ。オレンジとパンとブドウ。このパンはね、どこでも買える。オレンジあったっけ？ちょっと邪魔だな、あれ。オレンジ32個もある。大丈夫だ。
で、ブドウか。ブドウ結構きついな、これ。うわー、ミスった、ミスった、これ。これミスった。安易に作るんじゃなかった、これ。あー、2時間30分。あ、4時間。あ、ま、はい、次のスワン、積みました。積みました。これ、ブドウレーズンを探さんやけんは、次は多分スルーやな。こういうことがあるから、なんていうんだ、下にブドウレーズンをためとかんやいけんね、ここに3つぐらい。そっか、ちょっとこれは失敗したな。さっきのやつか。荷物枠がいっぱいだったから作っとけ、みたいな感じにしたやつか。困ったな。では、あとはまあ、やっとくわ、気軽に。これは最後。悲観でいっか。なんか変な実況ですみませんね。毎回こんな感じだわ。あ、これ売れないな、さすがに。最後見る、見てあったらあれだけど。はい、今回は意外な結果に終わりました。バザーで手に入れるって言ってたけど、まあスワンが遅れたからいいでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。